はい、どうも河合院長です。じゃあね、セキュリティークリアランスからの、えー、中国やりたい放題、これちょっとね、記事がもうあまりに膨大にありすぎて、ちょっといくつかにこの絞ろうかと思うんですけども、まあこのセキュリティークリアランスっつったらやっぱりね、この高市早苗大臣ですよね。で、まあ次はあこれがあれなんですよね。あのー、なんだろう、世界をみたいな、まあ今後の抱負みたいなことを世界に打って出ていこうではないかっていうそういう話ですかね。 うん、があってで、えー、一方、日本国内ではあこの例えば在留在留カード6枚など偽造した疑いでこの逮捕されたこの中国人が不起訴になってしまったりとかね、うん、であとこの、SNS 界隈ネット上でさ誰日本の,この有名人、起業家とか,なんか有名人なんか前澤さんとか,なんか、ね、すごい怒ってた時あったの覚えてます ね、なんか鳴りすましとか、そういう乗ののっ取りみたいなアカウントのね、で今回なんか、ねあの、池上彰さん、ね、池上彰さんを語ったこの詐欺の疑い、これはネット上とかじゃないのかな、なんか中国籍の男が逮捕とか、そんな話があってで、それに対してフィーフィーさんが、なんだ、やっぱり中国じゃんっていう話があったりとかね、あと、この松原さん、松原議員がまたこの質問主意書。 これはあの、この間のさこの中国大使の暴言ですよね。この民衆が、日本国民、日本の民衆が、日本人どもが火の中にいいのか覚悟しとけよみたいな、なそういう脅しをかけてきて。ね、で、えー、それに対して、まあ、僕もその時言いましたけど、こんな大使、日本からつまみ出しちゃいいのにって、同じことを松原さんもおっしゃってて。一方ですよ、ねえー、このに中国大使のこのね、わけのわからん、ふざけた発言、暴言に対してね、ね この鳩山さん、これで元首相ですよ、本当。基本的に同意するとかほざ酒上がるんですよ、このアホは。で、一方、またこの話が変わるんですこの永住許可取り消し法案ってあるじゃないですか。相変わらずこれにね、この特定野党界隈、立憲立、憲共産、社民、令和、この辺がやっぱりもうがっつり反対していく。で、例えばですよ、東京地裁、警視庁の対応を 違法とは認めないと、えー、完全な差別と訴えるこのムスリムの,この親子の損害賠償請求という訴訟があったんですこれ、退けられたんで、でそれに対して、このね、うん、反日不良弁護士どもが、まあ、ちょっとなんかそんな感じでね、このわちゃわちゃした感じなんですけども、ちょっとかいつまんでというか、ざーっと、まずこのセキュリティクリアランス制度ですよね、えー、高市早苗大臣が次は世界を取りに行くと。 世界に打って出ていこうではないかと、えー、そういうふうに呼びかけたっていう話ですかね。何,何の話かっていうと、この核融合技術ですかね。これがまあなんか、うんまあ、昔ちょっと流行った言い方だと、このゲームチェンジャー的な、日本に富を呼び込む、なんかもう、ゲームチェンジャー、まあ、起爆剤的な捉え方をされてるんでしょうかね。まあなんか一つ大きなきっかけになるっていう判断なんじゃないですか。 都内でなんかこの会合があったらしくて核融合発電の実現を目指す産業協議会の会合に出席した時の話らしいんですよ。発電の早期実現に意欲を示していましたよと、大臣がね。エネルギー安全保障としても重要だが産業政策でもあるしっかりと日本に富を呼び込んで世界に打って出ていこうではないかと。まあ、基本的に別に反対はしないです、ね。いつまでどの程度できるのかっていうのはね、それ以前にやっぱりこれをやるからこそ 日本国内の掃除が先にやった方が良くないですかとは思います。え、だって泥棒だらけ、嘘つきだらけ、約束守んねえやつだらけのまんま、ね、いくらここに書かれていることがどんだけ素晴らしくて、まさに日本の未来がかかっていたとしましょう。であればあるほど、ね、やっぱりそういう反日売国税、ね、ふざけた輩をどれだけこの綺麗にゼロに寄せられるかっていう、掃除を徹底的にやったかどうかが、 結構重要なポイントになると思いますよ。ねどんだけ素晴らしいものをなんかこの生み出したところで、まんまと取られちまったらしょうがないですからね。で今まで散々そういう匂いを飲まされるじゃないけどさ、散々やずっとそういうことを続けてきたわけじゃないですか。で、それをもうそうはさせねえぞっつって立ち上がってっていうのがセキュリティクリアランスのそもそものあれじゃなかったの。 ね、スパイ防止法につなげるとか、なんか先はまだまだ長いですけども、だからやっぱり掃除しましょうって僕は思いますよ。うん、で、えー、今度はそうだな、じゃあ、松原さんですかね、松原さん、松原さん、松原さんがこの中国大使の,、ね、この暴言ですよね、日本の民衆が火の海に沈めるぞみたいな、火の,の中、っつってたか。 の中国大使をペルソナロングラータだと追放するのが当然だ。もう本当ですよね。なんでやらないんですかねねもう毎回ほぼ,ほぼ毎日言ってますけど、日本ってほんと脳を突きつけるね。お断りね。おもてなしはなんかさ金ばらまきながらね。あのヘラヘラニコニコ笑いながらさ呼び込むのはまあ得意ですけどす、まあまあ得意だと思いますけど。じゃあ来た人がね。不届き者でうん。 暴れたら、盗んだら、壊したら、犯したら、えとっ捕まえて突き出して、ねえ、償わせるだけ償わしたら、もう二度と来れないように。そういう始末はつけにいかないのはなんでなのねウェルカムワッションやばらまきながらで、それは変な話、誰だってできんだよ、そんなもん。別にこの仏壇坪移民党じゃなくたって。ねじゃあなんかこの来た人たちがですよ。 ね、みんながみんななんかもうね、いや、日本って本当素晴らしいですよねって。いや、日本の何々が、いや、もう世界中で日本だけですよねって。って言いながら、このちょろまかしたりなんか変なことするやつがいるわけだろうね、過去いたん、もう、っていうか、もう現在進行形で目の前で、ね、日本社会を、ね、どん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 治安を悪化させて、ね、このかっぱらったりぶっ壊したり、この乱暴狼藉三昧の、ね、とっ捕まっても何でかわかんないけど、謎の不起訴。まあ、何でかわかんなくはないんですけど、ね、結局なんかこう、 やっぱりここでもね、てめえでこの責任取るの嫌がって、ね、この肩掛けにケチがつくの嫌がって、ね、自信がないから嫌がって、めんどくさいから何言ってか分かんないから嫌がって、だからまあ時間切れになるからっていうのをなんかね、うん、理由に挙げて、うん、解き放っちゃってるんだろ、うん、起訴せずに。こんなことをずっと延々、だら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 続けてって、ね、いいわけがない。 っていうところに行かないじゃん。うん。だから、ある意味、なんか、ね、この松原さん、まあ、松原さんはこの発言して、この構造して、この結果つけてってところに積んでくるのはまだこれからなんでしょうけれども、少なくとも、ね、このなんかもう仏壇強い民党のね、ふざけたやからよりは、もう、はるかに、はるかに仕事しようとしてくれてると思いますよ。うん。だって、こういう発言すらしねえじゃん、あいつらは。なこびかんこび中の腐った野郎どもばっかりだからさ。 で、まず、あ、はさんは何て言ってるかっていうと、日本の民衆が火の中という内容もひどいが、日本政府の正式な抗議を無視し、発言を繰り返した意図は極めて悪質だと。えなに日本政府って何正式な抗議してたのえ <noise> いか法のいいーみたいなもんなんじゃないのうん。まあわかんないですけどね。遺憾法を撃つのすらためらうような、うん、チキン野郎だからな。で、えー、パルサノ・モングラータ。 要はこの好ましからざる人物ですよね。いや、この大使としてふさわしくないと、うん。お前みたいなのも日本に置いとくわけにはいかないと。追放するのが当然だと。当たり前ですよね。うん。いや、もう堂々とやれよ。あれ、どうだっけ、この間、それやったの。なんかありましたよね。この中国の何かしらこの政府高官。大使だったかどうかちょっと記憶にないですけど。どうだっけな。フィリピンじゃなかったっけな。なんかあったと思うんですけどうん。 日本もやれよ、うん、っていう、えー、質問周囲書を、えーまあ、掲げましたとどう受け取るんだろうね仏壇壷井民党はいやー仏壇壷井民党さんじゃ期待できないかな、うん、だって厳しいことでも何でもないじゃん普通じゃんこんなん 日本に言いながら堂々と、ね、日本にこの唾入って喧嘩売って、うん、何様のつもりだよって話ですよね。本当に。いや、過去なんか前例があるとかないとかそんなの関係ないですね。だからこれも結局あの半島とのこの始末をつけに行かないのと、うん、根っこは一緒だと思いますよ。結局なんかこの顔色をううわけじゃないですか。ね。それを突きつけたら、ね、追及してったら、ね。結局なんか行き着く先は なんかこのなんかもう疎遠になったりとかさ、関係がなんかギクシャクしちゃったりとかさ、ね、最悪なんかもうしばらく国交が断絶するみたいなことになったら、いや、どうしようみたいな。え、結果的にそうなったらなったで、そうしろよ。それが嫌だからっつって、ね、やっちゃいけないことやったり、言ったらね、いけないこと言った、それ目つぶるのは違うだろう、判断間違えてると思うけどな。だからやっぱり日本って、ね、この日本、 日本主体というか日本目線で見て、やっぱりこのぜぜひひはできないんですよね、日本は。できてないじゃん。ねえ、なんかあってもなんか、ねえ、ょっとこの間の、あの、こいだでもないな、ね、海洋調査部員なんてもう何ヶ月も前の話ですけど、何にも片付いてないんだろう、だってどうせ。なのに、ね、あのーって、<laughs> 手土産持ってなんかご機嫌伺いに行くのがせいぜい。 でしかも、あげくの果てになんかこの日中韓でって、ね、この中韓で堂々と日本の金にたかろうぜ、よしみたいな、アホな首脳会談やるんだろ。うん。いや、どんだけバカにされてると思ってんだろうね。うん。いや、まともな、なんかこの、なんていうのかな、この国と国、政府と政府、まあ企業と企業も含めてかな、まともな付き合いをしてるなんて、向こうはこれっぽっちも思ってないんだぞ。 ね、どうやってこの日本のこいつらこの都合をよくこき使ってね引き出せるもんだけ引き,出し引き出し可能な限り引き出してなんぼそんなやつばっかなんだからさ昔からでそんな,なんか謀法というかでたらめがね方法をなんか思った通り願った通り狙った通りにねことごとく叶うのはもうこれも世界中でな日本ぐらいだろうねこんだけそれなりにこのなそれなりというか結構なねこの力があって 力というかまあ経済力とかねうんなのにここまでなんかもうねふざけたやからの,このしかも敵対行動敵対発言敵対行動をずっと続けてる反日国家の野郎どもにここまでなんかこの牛耳られて従わされてそれでもなんかへらへら薄ねこのなんかもう気持ち悪いなんかもう薄笑い浮かべながらさも、うん、みてしながらさ手土産持ってさ、うん、官も民も民間も政府も え政治や連中も企業の連中も。うん堂々と自らなんかこのね、うん、頭下げるどころじゃないよね。這、はいつくばって靴なめに行ってるバカしかいねえじゃんかよ、日本側に。違うのかうん特に政治や連中がそうだよね。企業の人たちはもうなんか途中までそうなりかかったけど、ね、気がついて引き返してるっていう人もいなくはないじゃないですか。うん。政治や連、そうだな。 だからもう日本社会の掃除っていうよりも、まずこの政界からの掃除が先なんじゃねえのやっぱり。うん、お前らんとこだよ、お前らんところ。お前らんところが一番汚えよ、うん。日本の政界がある意味の世界でも有数の汚さ加減だよ、本当に。で僕なんかは本気で心の底から思っておりますが、でもだからこそこいつらが、ねえ、てめえたち、でもさ、中にはこの志があってっていう人、いないのかな 汚ねなんかもうゴミ溜めみたいなところにさ、いられない居心地が悪いと思うからさ、ね、どん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 この履き掃除でも拭き掃除でもなんかもう、ね、シュー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 洗剤巻いて、部屋,部屋中かなんかもうどっから手をつけたらいいか分かんないっていうなんか言いたくなるのも分かるけど、そんなこと言ったらずーっと汚れたまんまじゃん。ね、とりあえず端っこからやれるとこからもうザーって、ね、どん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 やっていくんじゃないのうん。 いいか日本語ぐらいもうちょっとさ、ね、さっぱりさせようって気にならんもんかねうん汚すぎるよ本当って思わないですかうん、うん、はいということでね、はい、今回は以上です